はようございます。おはようございます。ジャバジャズに向かう日がやってまいりました。楽しみですね。ジャバジャズに行けるっていうどんな気分なのかとかいろいろ教えてください。エリカバドゥの一つのライブがジャバでやってて、その動画とか超見てて、でそのパフォーマンスなんかもうもはや勉強にしてたぐらいの感じで見てたから、そこに呼ばれちゃったっていう喜びと、数年前からずっとアジアずっと行きたいって言ってて、初めて日本を飛び出してのアジアでのパフォーマンスということで、めちゃくちゃ気合が入っております。めっちゃ楽しみです。しかも今回ね、日本のバンドと弾くんですよ。日本のバンドと海外でライブをするのも初めてなの、今回。それがめっちゃ楽しみで、結構昨日リハーサルだったんですけど、バンドのメンバーが本当楽しみにしてくれて、みんなインドネシア行ったことある人いるかもしれないけど、ジャバジャズ今回みんな初めてっていうことだったので、めっちゃ気合入ってます。頑張るぞ。ジャカルタに到着しました。めっちゃ暑いです。なんかもうね、33度ぐらいあるらしくて、結構暑いんですけれども、ちょっと見て、砂を吉岡タグがあるよ、打ち上げ。今からホテルに向かいます。あ、すごいすごいすごい。I got it. Sushi. Terima kasih. Terima kasih. おはようございます。今日はですね、ショーの日なんですけれども、今11時で、みんなでちょっとインドネシアのご飯、ランチを食べに行こうということで、今からインドネシアの街に繰り出したいと思います。行きたいと思います。おはよう。 OK。 おはよう。で、何もね、まだホテルから一切何も出てないから分かんないんだよね。インドネシアを何も体験してないの。だからちょっとインドネシア料理食べるんだよね。楽しみ。楽しみです。ナシゴレン。で、なんかさ、日本と違うのかな、やっぱ味とかさ。ね。なんか違う。なんか違うけど、何が違うのかわからない。でもうまい。おいしい。うまい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 。今はですね、本番の日の2時、ちょっと本番が今回9時45分って結構夜だから、結構早い時間は何やってもいいって感じで、ちょっとゆっくりでしてるので、なんかインタビューでも撮ろうよということで集まりましたけれども、今まで10年間本当にいろいろ頑張ってきてさ、紆余曲折しながら、なんか今はこうライブプロダクションもすごいこう成長して、世界で戦える状態にもなったし、その状態でこうやってなんかフェスに呼ばれて、ジャバジャズっていう自分の憧れのステージに立てるっていうのも、なんかめちゃくちゃ嬉しい。しかもなんか今までは結構バンドとかが海外のバンドといろいろやってるから、どっかフェス出るってなってもそこの国に行ってリハーサルがあってとかってやらないといけなかったけど、今回は日本のバンドで本当に信頼できるサウンドがもうできてるから、もうあとやるだけじゃんって感じで、すごい楽しみです。だからなんか今までのフェスってさ、なんかもう
緊張するし、なんか証明しなきゃいけないとかさ、いろいろこうナーバスになったりしてるんだけど、今回のフェスはなんかもうやること決まってるし、自分のプロダクションに自信があるからめっちゃチルできてる。私が想像してたよりステージがでかくて、なんか今までいろいろさフェス出させてもらってきて、なんかステージってよくわかんないの、やっぱ呼ばれるまで。会場行って見てみたらめっちゃでかかったパターンもあるし、あこんな感じねっていうパターンもあるけど、今回結構でかいステージらしくて、この後見に行くんだけど嬉しい。なんかそのめっちゃでかいステージに合うようなプロダクション作れたと思ってるからさ、なんかこの後ステージに行くのが楽しみでございます。全部の会話の最後楽しみで終わってるよ。終わってますAlright guys, we're gonna kill this show. Are you guys ready? Yeah!